ここに封印された一本の作品がある。1995年のデビュー以来、怪奇実話作家として数多くの著作を送り出してきた小林正文。彼は怪奇な出来事に関する証言を集め、不可解で恐ろしい現象を追求してきた。近年は取材にビデオカメラを取り入れ、その映像をまとめたビデオ作品も手掛けていた。あの防空壕ですね。はい、登って、ええ、あの辺に見えたんですよ。その林の中を素早く、すごい早く横切るのが、映ってるっておっしゃったのサイドミラーのあたりなんですけども、自殺、はい、そのサイドミラーに何か映ってて、はい、これさ、昔一家5人の惨殺事件があったんだけど。そして2004年4月、小林は新たなビデオ作品呪いを完成させた。これで関係ないはずないね。だがその直後、4月12日深夜、小林の家が全焼し、焼け跡から妻恵子の焼死体が見つかった。そして小林は行方不明となった。不可解な失踪を遂げた小林正文、彼が残した作品「呪い」はあまりにも衝撃的な内容であった。その気持ち悪い声っていうのはどんな感じの声なんでしょうか。私は赤ちゃんの泣き声に聞こえるんですよね。赤ちゃんの泣き声、ええ、それはいつ頃から聞こえるようになったんですか。2、3ヶ月前くらいからですね。いつもあの辺りから聞こえてくるんですよ、ええ、お隣の方はどんな方が住んでらっしゃるんですか。40代ぐらいのお母さんと小学校低学年ぐらいの男の子の2人で、うん、はあ、半年ぐらい前に引っ越してらして、その時に男の子を見かけたんですけれども、それ以来一度も見かけたことがないんで、お母さんの方もたまにお出かけになるところを見るんですけれども、ええ、挨拶もなさらないんで、私自身も怖いですし、この子に何か影響があっても、じゃあ隣ちょっと行ってみよう。
ごいな、なんかすごいな。ごめんください。すいません。すいません、ちょっとこの辺取材に来てるんですけど。なんでそんな言い方できんだよ。あの少し。ああ、なんでそんな言い方ができるんだって聞いてんだよ。お話をちょっと伺いますと。言い方。あ、すいません、あの私小林。ダメだ。失礼します。じゃあ早速ですが、はい、分析結果の説明の方を先にお願いします。わかりました。これがいただいた音声を周波数分析した結果です。まあ、一様にこういった形でノイズが乗っているんですが、特にこの部分に特徴的な音声信号が入っています。ちょっと聞き比べてみてください。まず元のものです。で、こちらがノイズを処理したものです。聞いていただいても分かる通り、何らかの動物の鳴き声に聞こえていると思います。これが拡大した部分です。もう一度聞いてみてください。もしこれが仮に猫であるとニャーニャーということで連続的に鳴くんですが、はい、この部分に特徴的な鳴き方があります。はい、これがニャーという形で、はい、息を吸い込むように引いているような感じの鳴き方になります。はい、これが人間の赤ん坊特有のものなんです。調べてみたところ5人以上もしくはもっと多数の、まあ、人間の赤ん坊の声が重なっているというような、そういった信号だと思います。この間小林さんが見えた後にすぐに、ええ、もう 4,5 日前なんですけど、ええ、引っ越したらしいんですよね。あ、そうですか。引っ越しちゃった、うん、例の赤ん坊のような鳴き声っていうのはどうなんでしょう。あの、うん、時々まだ聞こえたりしてますか。いや、お隣が引っ越した後は聞こえてこないですね。あの人石井純子って言うんだ。二人の乗ってた車が
中央分離帯を飛び越えて反対車線の車に突っ込んだらしいんだよね。奥さんの運転ミスって話だけど。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、元気がいいですね。今回みんなと一緒に実験を行ってくれる超能力者の広津浩一さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。広津さん、実験の方どのように行うのか説明してください。はい、まずみんなにはね、最初にこれです。この投資をやってもらいます。このフィルムケースの中にあるものを書かれた紙が入っています。そして、みんなはこの紙に何が書かれているのかを投資してもらいます。全国から選ばれた10人のエスパー小学生が今その力を発揮する。みんなちょっと緊張してるようですね。ですけれども、皆さんよく見てください。外側の丸と内側の丸、2箇所に途切れているところがあります。ちょっと難しいんですけど、これどうなんでしょうか。いましたね、いましたね。はい、君、君はこの子すごい。あ、矢野かなちゃん、ちょっとその答え見せてくれるかな。みんなよく見て、ほら、切れ目も全く同じ位置です。すごい。大きさも全く一緒です。すごい、これは本当にすごいことですね。第1問に続き、第2問、第3問、第4問と連続して正確に投資した矢野かなちゃん。果たして第5問も的中となるのか。かなちゃんが何かを書き始めましたね。さあ、じゃあみんな答えを見せてくれるかな。よし。さあ、今回の正解はこういう文字でした。これは全然違いましたね。今度はさすがにちょっと難しかったかな。疲れちゃったね、もうちょっと。いいか。この密封されたフラスコの中に水を出現させるという、これです。物質化現象の実験になります。これはこのフラスコの中に水を強くイメージすることが重要になります。はい、じゃあ行きましょうか。非常に難しい実験に集中する子供たち。そしてこの後、矢野かなちゃんが驚くべき現象を起こす。ほら、やっぱかなちゃん来てますね。え、あ、皆さんご覧いただけますでしょうか。フラスコの底の方に水滴がどん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 膨らむように溜まってきています。お伝えしておきますけれども、フラスコの底ですとか机の上に仕掛けがあるということは一切ありません。さっきの同じ子ですよ。
これをやっている時は何を考えてるの？水が出るようにって。水が出てきた瞬間っていうのはかなちゃんの例えば手がしびれたりとか体熱くなったりとか変化はあるのかな？頭が痛くなってくる。すごい。ひろつさん、これ何ですか？髪の毛みたいなものがありますね。そうですね、これも一緒に出現させたということでしょうね。フラスコの中に出現したものは一体何なのか。矢野かなちゃんの実験で出現した物質の、分析結果が出ました。この液体の主成分は水です。動物プランクトンが検出されたことなどから判断しますと、この水は川や湖などの淡水である可能性が高いです。こちらの繊維状の個体は少なくとも動物の体毛であることが分かりました。人間の毛髪の可能性もあります。ただ毛髄質が見られませんでしたので新生児の毛髪の可能性が高いと言えます。どうも。はじめまして。今日はずっと朝から寝てる状態ですか？お昼食べてからは寝てますね。実験の日から微熱が下がらないというか、まあ、続いてまして、横になってる時間が長いんですね、うん、それで病院では見てもらったんですけど原因がわからないと言われまして、でちょっと心配してるんですよ。まあ正直言ってあの番組では一度にある実験の量が多すぎるように感じましたね。まして子供ですからね。そういう力を使いすぎたのが原因になってるってこともあるんですかね。どうもアンガールズです。公園のベンチで座っていると足をアリが登ってくるアンガールズです。はいはい、おみこし担ぐときみんなと高さが合わなくてすごい重たいアンガールズです。アンガールズです。はい、今日はですね心霊スポットであります、はい、とある神社に向かって行ってるわけなんですけども、そうですね、ちょっとアンガールズだけじゃ物足りないということで女優の松本まりかちゃんにも来ていただいております。こんばんは、松本まりかです。よろしくお願いします。こんばんは。まりかちゃんはもう霊感が強いということで。そうですね。そうですね。どうなんですか、もう物見えちゃったりするんですか？そうですね、よく子供の頃から。ああ、子供の頃幽霊らしきものが。大丈夫ですか、マリカさん？いやなんかここはさっきからチリ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 痛いんですよね。なんか痛い、チリチリチリ痛い。怖えな、なんか良くないんじゃないの、やっぱり行くの。いやいやいや、でもそれは今日はそれを取りに来たわけですから行きますよ。うわうわ、ここだ。うわ、行ってみる？怖いな、本当に。ちょっとあっち、あっちになんかあるかもしれないです。あっちはなんかね、なんかすごい変な感じがするんですよ。お前ちょっとこっち。いやいや、行かん方がいいって。そういうのそれじゃあみんなで行こう、みんなで行こう。えすごい変な感じがする。こっち何にもない。ここかもしれない。あれちょっとこの辺ちょっと映してもらっていいですか？これこの辺だけなんかすごい木が枯れてない？これ。おお、他のところ全然緑なのにな。 あっちも緑。おお、この辺なんだ、この辺一体だけよ。こっちの木もすごいなんかボコボコしてんだけど。うわ、ほんまこれなんか汁みたいなの垂れとるやん。うん、何これ、これ何が出てんのかな、これ。あ、ダメ、触っちゃ。触っちゃダメ、やばい。本当にダメ。離れて。あ、ここやばいの。うん、え？何何？おお。おお。あ、怖。何？あ、どうしたの？今なんか聞こえた。え？今なんか聞こえた。なんか聞こえた。何も聞こえてないよね。なんかね、なんだろう、低い男の人の声で。
怖い。声なんか聞こえてない。出してないでしょ。もう遅いでしょ。ちょっと本当にこういうのやめてよ本当に。やーべ。何？何？何なんか何もないでしょ。何もないよもう。怖いよもう。何何？どうしたの？どうしたの？ちょっとやばいやばい。やばいやばい。はい、皆さんいかがでしたか。なかなかね、すごい映像でしたね。もう圧倒されてしまいましたけども、マリカさん、いかがですか。いや、すごい恥ずかしかったです。この映像はもうテレビでは放送されないですか。されないみたいですね、はい、テープは特別にディレクターさんからもらったんで。さっき映像でなんか聞こえるっていうふうに言ってたんですけども、はいはい、なんかすごい低い声で、なんか呼ばれてる感じがしたんですよね。それで、はって振り返ったじゃないですか、で、そこからの記憶がもう全くなくって、もう全然覚えてないっていう感じですか。そうですね。それではですね、ここでマリカちゃんを霊視してもらうために、今日は霊能者の方をお呼びしております。では、早速来ていただきましょう。どうぞ。はい、皆さん拍手をお願いいたします。一瞬場内にざわめきが起こっておりますけれども、はい、もう霊能者の方、大変、ユニークないでたちでいらっしゃいました。道がわからないでしょうか。はい、まっすぐですよ。はい、どうぞ。今日は、マリカちゃんを霊視してもらうためにですね、特別に来ていただきました。はい、お待たせしました。この方はですね、堀光雄さんと、おっしゃいましてですね、大変優秀な霊能力をお持ちの方です。現在は人類を霊体ミミズから守るための警告活動を行ってらっしゃるということですね。さあ、皆さんのもとにこの今ビラが言ってるかと思うんですけども、これちょっと意味が分かんないところもあるんですけど、本当だった。小林さんですか。あ、小林です。新橋でおります。あ、どうも、はじめまして。いえいえ、前にマリカちゃんにテープダビングして渡した時にある部分をカットして渡したんですよ。あ、彼女を怖がるといけないと思って。なんだろう、低い男の人の声で。怖い。どうなんだ、声出してないでしょ。怖っ。この後マリカちゃん悲鳴を上げて倒れますよね。そのちょっと前にこの画面の右側、失礼します。お疲れ様です。カメラマンの宮島です。あ、よろしくお願いします。松本まりかです。よろしくお願いします。お願いします。松本さんの右側に映ってるんですけども、ですね、まあ一瞬なんでちょっと出てきたら一時停止しますね。この後ですね。
ここですね。どうだ、関係ないかもしれないんですけど。ええ、何でしょう。ちょっと最近気になることがあって、これなんですけど、あ、この絵ですか。はい、よくわかんないんですけど、気がついたらなんかその模様を描いちゃってるんですよね。これ描くようになったのいつ頃からですかね。多分神社のロケの後ぐらいから。神社のロケの後。なんちょっと待って、すごいたくさんいる気がする。待ってなんか見えるの。いや見えるわけじゃなくて、えすごいたくさん来た。えたくさん来た。いやなんかわかんないんだけどね。お、ちょっと本当にこういうのやめてよ本当に。なんか見えるの。通が続くというようなことはなくなってまして、たまにおかしな素振りをするようなことが、その代わりちょっと目立つようになったというか、誰もいないんですけど誰かと話してることがあるっていう。かなちゃんが時々話しているお母さんには見えない人って誰かな。多分ね、もう全部ダメなんだよ。それはどういう意味？アホ、じゃあ持ってた方がいいな。うん。マリアさんがある霊能者に話を聞いてきました。その VTR を見てみましょう。おはい、この霊能者の方がですね、もうすごいんですよ、はい、もうマリアちゃん行ってきた。行ってきました。お VTR があるの。もうはいあります。じゃあ皆さんその VTR をね、ぜひ見ない方向で。見ないのこんな感じですよ。もうそのリアクション何ですか。はい、最強の霊能者と言われる方の VTR です。どうぞ。どうも高木マリアです。今日はこちらにですね、最強の霊能者がいるということで、早速行ってみたいと思います。一体どんなお宅なのでしょうか。楽しみです。お隣に住んでいる方が最強の霊能者だという噂は本当ですか。霊能者っていうか、ただのキッですよ。何度かゴミのこととかで何度か顔は出したんですけど、はい、ただのキッどうしようもないです。キッそうです。ここですか。はい、はい、
っしゃいますか。最強の霊能者というのはあなたですか。森光雄霊能力です。霊能力です。あ、はい、ぜひお話を伺いたいなと思いまして。あ、中上がっても大丈夫ですかね。はい、失礼します。カメラさん、ちょっと来てください。すごいです、この銀のアルミが壁に一面大量にビラがここに収納されています。はい、このビラっていうのは何か意味があるというか、何を書いてあるんですか。これ何年も前から、はい、危険な情報が届いてる。宇宙、宇宙、宇宙と、はい、通じてて、未来も見える。悪い奴らがいっぱいいる。霊体ミミズ、この霊、こちらです。霊体ミミズ、霊体ミミズはよってバーン。はい、堀さんが何かこう体で必死にメッセージを伝えています。これが霊体ミミズの正体なんでしょうか。はい、失踪する直前っていうのは、その前となんか変わったことっていうのはありましたかね。いなくなる1週間くらい前から、カナに会わせろって、しつこく訪ねてくる男がいまして、何を言っているのかよくわからないような男でしたね。あとアルミを貼ってる帽子、はい、表面にアルミを貼ってる帽子と、はい、あとは同じようにアルミコートの表面に貼ってる長いコートを着て歩いてましたね。実はそのカナはどうしてか、あの人は大丈夫だからってそう言ってたんですけども、カナがいなくなった日にですね、この変なチラシが裏返しになってこういう状態でありまして、はい、この助けてという、これはカナが書いた字だと思うんですよ。落書きのような、これっていつもこういったもの書いてたりしたんですかね。すいません、堀さんいらっしゃいますか。すいません、実は今取材に来てるんですけども、矢野かなちゃんについてちょっと
お伺いしたいことがあって来たんですが。誰？あ、私小林という者なんですが、以前トークライブでお会いしたかと思うんですけども。え？は？じゃあ失礼します。この壁とか堀さん着てらっしゃるそのアルミは何なんですかね。ビリ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 を防ぐ。でも今冷たいミミズが来てるから今ビリビリビリ。その冷たいミミズっていうのは何ですか。霊体ミミズは、はい、いろんなところに出没して、いろんな人間を食べて、でまた食える。食べて、あ、はい。かな、かなも食われた。かなちゃん、これさ、あなた。かなちゃんのことなんか知ってますよね。かな。かなちゃん今どこにいるんですか。どこにいるのか分かんなくなった。何するんですか。ちょっと勝手にやめてください。堀ちゃん。ちょっとやめてくださいよ。これかなちゃん家にあったもの持ってきたんですけども、これさ、あんたやっぱなんか知ってるんでしょ。ちょっとうるせえ。建物トタン車駐車場どっかの地図かな。どっかの地図だな。霊体ミミズが出てる。若い男冷たいミミズが必ず出てる。おじさん、あいつが出てる。ここなんですよ。この地図。この地図分からん。こっち。カルタバテなんだ。え？なんですか？カルタバテなんだ。カグ？なんのことですか？落ち着いてください。
失礼しました。小林さん、さっきなんか映像がおかしくなったんですけど。何おかしくなったって。カグタマってなんだ。何のことですか。落ち着いてください。小林さん、あの右の方のマンションどうですかね。まあ、駐車場もあるし、でもちょっとやっぱり位置関係が違うしね。青っぽいだと思うんだよね。これこっちは2階だしね。違うか。いや難しいね。あの松本まりかですけど、ちょっと小林さんに見てほしいものがあるんですけど。どんなものですか。電話で言ったのはこの系統のことなんですけど、昨日朝起きたら、この系統がここにあって、こんな風に複雑に輪っかがいっぱいあるようにこう結んであったんですよ。で、私はこの毛糸を寝る前にここに置いた覚えもないし、私がこうやって複雑に結んだ記憶もないんですよ。寝てる間にきっとなんかあるんじゃないかなと思って、だからもう寝るのが怖くって。あ、このコードとビデオで繋がってますんで、寝る前に録画ボタンを押してください。わかりました。この後ってもうずっと寝たままなんですか。そうです。やっぱり一回寝た後って何も覚えてないんですか。覚えてないですね。松本さん、これあの系統の感じに似てますね。そうですね。なんかやっぱ似てるよね、この結び方。あ、もしかしてビデオに入ってた音ってこの音かもしれないですね。
そうですね、上の階に住んでる子がうちの事務所の後輩なんですよ。あ、そうなんですか。はい。いつもこんな感じなんですか。最近。最近ですか。ごめんね急に。あ、いや、え、どうしたの。取材か何かですか。ちょっとね、さっきあの床をドンドンとかしたりしなかった、うん、床、いや別にしてないですけど。聞こえもしなかった。いや、ずっと部屋にいたけど全然分かんなかったです。本当に、はい、昨日の夜中ぐらいにもあのドンドンっていう音が聞こえたんだけど、全然気づかなかったです。本当に、はい、あの最近ですね、何か変わったこととか起きてませんかね。例えばですね、急にあの体調がおかしくなったりとか、そういったことはありませんか。いや別に全然大丈夫ですけど。じゃあ大丈夫、ごめんね。いや全然。これちょっとよく分からなかったんだけど、これ電柱だったんだろうね。階数も窓の数もちょうど合ってるよね。建物自体青っぽいし。問題のところなんだけど、3階の右から2番目、あのベランダにゴミ袋があるあの部屋だね。じゃああの部屋行ってみようか。大沢って人みたいだね。すいません、大沢さんいらっしゃいますか。あ、あれなんか聞こえるな。突然すいません、はい、あのお隣にあの大沢さんっていう方が住んでらっしゃると思うんですけども。はい、はい、25歳ぐらいの男の人ですね。まあ、たまに見かけたらあの一人でブツブツ独り言言ってたりとか、さっきも鳴ってたんですけど、はい、どん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 大きな音とか。あ、やっぱあの聞こえてましたか。 お隣、はい、あとですね、あの10歳ぐらいの女の子なんですけども、はい、あの一緒にいるところをこう見たりとかありますかね。いや、それは見たことはないですけど。あれ、あの部屋だけなんか鳩が止まってるね。もう変だな。とりあえず宮島君頼むよ。はい、わかりました。出てきた。お、松本さんが寝てる時の映像まで見直してたんだけど、ちょっと変なの音が入ってんだよね。
ちょっと再生してみるよ。こちらが元の音声、こちらがノイズを処理した方です。はい、ちょっと聞いてみてください。で、こちらが処理した後のものです。どうですか？あの、これもしかしたら、ええ、私があの時神社で聞いた声とすごい似てるかもしれないんですけど。あのその神社って、あの松本さんが番組で行った神社のことですか？そうです、そうです。あの時の声にすごい似てる。これですね、あのかぐたばって言ってるらしいんですけども。かぐたば、はい、かぐたば、はい、そのかぐたばっていう言葉に何か思い当たることとかありますかね？いや、ないと思いますね。聞いたことないです。かぐたばって言葉なんですけども、かぐたばです。無理やり考えれば、神様の神に魂と書いて、はい、神玉とか。なるほど、神玉。外国語の中にですね、かぐたばって発音するようなあの言葉って全く同じ言葉は記憶にないですが、あの塩屋さんでいらっしゃいますでしょうか？あの実はある言葉を調べてましてですね、かぐたばっていう言葉なんですけども。かぐたば？ええ、かぐたばです。かぐたば、ええ、あ、確か何かの本で見たようにも思いますけど。え、今日はよろしくお願いします。あの早速なんですけども、あのそのかぐたばっていう言葉が載っている本なんですが、はいはい、あのちょっといいですか？はい、ね、これはね、長野県の時田郡というところが出している民族資料なんですけど、ね、あ、ここの中にですね、このかぐたばというね、記述があるんですよ。この時田郡にこの鹿見町というのがありますわね、はい、その鹿見町の隣に、かつて下影村という村があったんですよ。うん、今はダムの底に沈んでいますがね。それでそこのその下影村に鬼の祭りと書いて、火祭りという、まあ、祭りがあったんですね。火祭り、火祭り、はい、暴れる鬼を鎮めるための祭りで、はい、どうもその鬼のことをかぐたばと言ったようなことが書いてありますね。なるほど。じゃあ、あのかぐたばっていうのは、うん、つまりあの鬼の名所っていうことですかね？いや、かぐたばというそういう存在を、まあ鬼という分かりやすい形でこう表現しているというようなことですね。これは江戸時代のこの文献なんですよ。かぐたばと書いてありますね。ああ、三家の家、
道具の具、はい、魂、この3つで家具束と言いますね。つまり災いをなす道具っていうんですか、ね、この家具束というのは、実はこの下影村というのは西の方からこう昔にこの呪術師の集団がここ住み着きましてね、はい、それでこの地だけでもって栄えた呪術の下影流というのがあるんです。下影流、そこの中の秘術というか秘伝というか、この家具束法というのがありましてね、はい、その家具束法でもってその家具束を作って、そしてその裏を相手に送り込んで、それで相手を呪い殺す、そのためにこの家具束というものを使ったというような記述がありますね。家具束法によって作り出した家具束がその呪術師の意に背いてね、はい、悪さをするので、また呪術師がここにあるように祈り続け、はい、呪術を施してついに下影の地深く封ずることを得たと書いてありますね。はい、鹿見町役場でございます。ダムに沈んだ下影村の祭りについてちょっと詳しいことを知りたいんですが。はい、少々お待ちください。あ、はい。はい、お電話変わりました。下影村の祭りの件で。はい、そうです。実は私どもには分かりかねるところがありまして、詳しい方がいらっしゃいますのでご紹介いたします。谷村さんといいまして、郷土史を研究されている方なんですけれども。小林と申しますが。ああ、どうもどうも。どうもどうぞ、お入りください。下影村の木祭りは部外者には非公開でしたから、写真すら残ってないんです。ああ。ただ1978年の最後の祭りだけは代々祭りを取り仕切ってる石池が業者に撮影を依頼してました。これがその16ミリフィルムです。はい、石池の人に頼み込んで譲ってもらいましたよ。それからこれがそのフィルムを見るように落としたものです。下影村にはその昔下影流という呪術が栄えておりましたんで、村人たちは大変信じ深いんですよ。ああ。近代になってからだいぶ形骸化しちゃいましたけれども、家の表に鎌を飾って厄除けにするという風習くらいはまだ残ってます。今でも下影村から移住した集落へ行くと家の表に飾ってあります。そうですか。下影流は犬を使うことが多かったらしくて、その名残で村人たちも犬を飼ってる人がどうも多かったらしいんですよ。ここが木祭りが行われた鬼神社です。フィルムを譲ってくれた石井さんはここの神官なんですよ。後で映像にも出てきます。これがカブタオです。ああ。この鬼を沈めるのが祭りの目的なんですよ。今は角玉が暴れているところです。はあ。あの人が神官の石井さんです、はい、これから角玉をおとなしくさせていきます。
この後新刊が一杯四泊そして一杯押しますが、これは梅神社独特の参拝方式なんです。ああ通常の神社の参拝方式は2杯2泊1杯ですね。ええ1杯4泊1杯そんな作法は下影の鬼神社しかないでしょうね。その1杯4泊1杯の直後、かぐたば役の娘が突然錯乱を起こしてしまいましてですね、祭りを途中で終わらざるを得なかったそうです。たちはですね、神がかりだとかダムの下に沈むこと、また祭りが廃止になることに対するかぐたばの呪いだと、まあ、噂し合ったらしいんですけどね。あの昔下影に封印されたかぐたばっていうのは、祭りではあの鬼ということになってたんですが、実際にはどういうものだったんですかね。それが全く分かんないんですよ。あの石井さんに直接会って話を聞いてみたいんですけども、できますかね。石井さんは7年前にこのフールも譲ってもらった直後に病気で亡くなってしまったんですよ。奥さんも同じ頃亡くなられましたが、娘さんが一人います。ああほら錯乱したかぐたば役の子が娘さんですよ。で最近こちらに戻ってきて、石井さんが残した家に子供と二人で暮らしてると聞いてます。ああ下影村の人が移住してきた集落で三海市というところです。三海市、ええ、ただちょっと変わってる人と聞いてますから、まあ訪ねてってちゃんと話が聞けるかどうか。多分この辺だと思うんだけどね。ないね。ごめんください、ごめんください、すいません。なんでそんな言い方ができるのかと聞いてんだ。はなんでそんな言い方ができるのかと聞いてんだ。見ました。
40代ぐらいのお母さんと小学校低学年ぐらいの男の子の2人。ああ、なんでそんな言い方ができるんだって聞いてんだよ。あの人、石井純子って言うんだ。すいません、いらっしゃいますか。ごめんください、いらっしゃいませんか。ここもいないな。何ですか。あ、すいません。はい、あちらに石井さんっていうお宅ありますよね。はい。あの、前からあんな感じなんですかね。最近だわね。娘さんが帰ってきてからあんまりつつかない方がいいよ。ああ、はい、やめた方がいい。ええー、ごめんください。なんで、なんですか。突然すいません。取材。ええー、あの、あちらにあの石井さんっていうお宅ありますよね。石井さん。ええ。はい、今この辺ちょっと取材で回ってるんですけども、お話よろしいでしょうか。いいんですか、はい、なんか。どうぞ。あ、じゃあ失礼します。あの、純子とは下影にいた頃は友達でした。あの、村を出てから、東京の看護学校に行ったんですよ。看護学校のその名前なんかちょっと覚えてますかね。確か武蔵とかなんとかついたと思うんですけど。あの、石井さんはあの昔からなんていうんですか、その精神的な問題を抱えてるっていう感じだったんですかね。いえいえ、全然あのごく普通の女の子だったです。あ、そうですか。でも木祭りの後に。あ、木祭り。ええ、ちょっとおかしくなって。ええ、あの神がかりが尾を引いたん。神がかりだと思うんですけど、はい、あの神様の、命令が聞こえたとか、あのそれに従うとか、ええ、ちょっとおかしくなってましたよね。かぐたばの呪いだっていう噂があるっていうのをちょっと人から聞いたんですけども、どうなんですかね。ちょっと、すいません。あれ、すいません。あの、ここを卒業されました石井純子さんについてちょっと詳しく聞きたいんですけども、はいはい、こちらの方を1982年にご卒業されてまして、その後八王子の産婦人科に就職されてます。病院名は分かるんですが、2000年にちょっと潰れてしまってるみたいなんですよ、こちら。あの、かつてご同僚だった石井純子さんについてお伺いしたいんですけども。あ、はい。石井さんってどんな感じの方だったんでしょう。石井さんは真面目に働く人だったんですけど、ちょっと怖いぐらいおとなしい人で、仕事以外の話っていうのはしたことないですね。私たちが働いていた病院が妊娠22週を過ぎた人でも中絶の手術をしてたんですよ。もちろん違法なんですけど。で、その胎児の後処理は
石井さんが任されていて、石井さんがその処理した胎児を持ち帰ってるなんていう噂がありましたね。みどりちゃんって、あの松本さんの上の部屋に住んでる方ですよね。みどりちゃんが、死んじゃったんです。え？さっき、警察の人がうちに来て、みどりちゃん自殺しましたって公園で誰か知らない人たちと首をつって私のせいじゃないかと思って怖くて部屋を出たんです。今朝6時ごろ、東京都練馬区にある広沼公園で、男女7人がブランコ上部の鉄棒にロープがかけられた状態で、首をつって死んでいるのが発見されました。警察では、死亡した7人は集団自殺を図った可能性が高いとみて、調べを。これ、この間の集団自殺の全員分の写真が載ってんだけどさ、これ、この子、松本さんの上に住んでた子だよね。それから、こっち見て。最初来た頃は普通の明るい感じの男の人で、去年の夏ぐらいですか、夏ぐらいに奥の部屋に、しょっちゅう怒鳴り込むようになって、あ、はい、よく揉めてましたね。あ、そうですか。で、奥のおばさんも結構負けずにこう言い返してたもんですから、まあ、最終的に怖くなって、ね、出て行っちゃったんだと思うんですけれども、もう引っ越していらっしゃらない、二、はい、人でこう言い争いしてた、はい、なんか話の内容なんか具体的に覚えてますかね。赤ちゃんの泣き声がうるさいとか。え、赤ちゃんですか。はい、赤ちゃんいないと思うんですけれども、おばさんとあと5、6歳ぐらいの男の子だけだと思うんですよ。ちょっといいですか。ごめんなさい。はい。これもしかしたらその方っていうのはこの女性ですかね。はいはい、この人です。間違いないですね。
次のニュースです。今日午前、東京都府中市にあるマンションで会社員の男が妻を包丁で刺して殺害したとして逮捕されました。現場にいる松井記者と中継がつながっています。今日午前7時10分ごろ、警察に男の声で妻を包丁で刺したと110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、主婦矢野紀美子さん36歳が腹部を刺され死んでいるのが見つかりました。その場にいた夫で会社員の矢野照之容疑者40歳が犯行を認めたため、殺人の容疑で逮捕しました。矢野容疑者は妻の殺害は認めたものの、詳しい動機については供述していません。松井さん、現在矢野夫妻の子供が行方不明ということですが、警察の取り調べなどで何か分かったことはありますか？まだ新たな情報は入ってきていません。昨年12月19日未明、矢野夫妻の子供が行方不明になっているのですが、新たな情報はまだ得られていません。今日はマリカちゃんが私のために食事を作ってくれています。張り切ってます。ボンゴレトマト味、マリカ特製、スパゲティとポテトサラダの出来上がり。すごいすごい。これはこれはスペシャルお茶です。普通のウーロン茶じゃない。マリカ特製ウーロン茶なので。タバスコとかかけます？うん、ね、そうだね。持ってきます。わーい、出来上がり。マリカちゃん、マリカちゃん、マリカちゃん、マリカちゃん。なんか苦しんでるみたいな。そしたら急に窓のあそこら辺にこうバンバンってぶつかってきて。私の番だ。もう一回長野に行って石井純子っていう人に会って、今度はちゃんと話をしてくるからさ。そしたらなんか解決のするヒントが見つかると思うんだよね。おじさんって人は、あの時鳩が山だとか言ってましたよね。それは鳩が来ちゃったらもうダメだってことなんじゃないんですか？明日さ、一緒に堀さん家に行って相談してみようか。
これさ、これさ、いいですか、あの見せたいものなんですけども、この映像なんですよ。堀さん、今の映像を見て何か感じたり、浮かんできたこととかないですかね。堀さん、小林さん、ん、ダムに連れてってもらえませんか。火祭りをやってた村が沈んでるっていうダムに。それはどうして。そこで火祭りの儀式と同じことをして何か効果があるか試してみたいんです。いやいや、それダメだよ。石井純子は火祭りの儀式でかぐた場に呪われたかもしれないんだよ。それはちょっと危険すぎるよ。もし行くなら僕は一人で行ってそれ試してみるか。私死にたくないし、それに自分でやってみたいんです。お願いします。わかった。じゃあ一緒にそのダム行こう。もう一回堀さんのところに行って一緒に来てくれるように頼んでみるわ。堀さんの力貸してもらいたいんですが、かぐた場の呪いを解くにはどうしたらいいんですか。堀さん、堀さんの力がどうしても必要なんですよ。霊体ミミズに比べて、その霊体ミミズっていうのはかぐた場のことなんじゃないですか。なんか妙に静かだよね。例えば犬がいないね。いるのがここだから、祭りのあった神社があの出っ張ってるところと向こう岸のちょうど真ん中ぐらい。
じゃあ、はい、終わったら上に来てください。はい、どうもありがとうございました。はい、お願いします。じゃあ行ってきますね。マリカちゃん大丈夫？ちょっとやっぱきつそうだね。一回戻った方がいいかな。大丈夫です。大丈夫。でも、もう少しだから。始めようか。次は一杯四泊一杯だから。マリカちゃん、どうした？楽になった。本当？楽になった。そっか、じゃあやっぱ効果あったんだね。よかったね。やっぱ来てよかったよ。よかった。お、堀さん。堀さん。堀さん、どうしたんですか？やばい。やばい。大丈夫ですか、堀さん。やばいことになった。またでもすごい気分がすっきりした。ありがとうございます。どうですか？私は気分は良くなったんですけど。行きましょう。
堀さん、カーナー、え、堀さん、ちょっと待って、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。堀さん。松本さん。堀さん、ちょっともう、ちょっと待ってください。何ですか？さあ、どうしよう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 。犬死んでそんなに立ってないな。村の犬か。堀さん、ちょっと待って、待ってください。どうした、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 どうしたんですか。大丈夫、なんだあれ、なんだ、なんだ、でっかい、なんだ、なんでこんなとこに、これから、また犬に引き抜いて、大丈夫ですか？松本さん、どうしました？松本さん、大丈夫ですか？止めましょうか？どうしたんですか？なんかあるんですか？上に。松本さん、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 松本さん
ちゃん、お母さん、ここに本当にいるんですか。お母さん、相当古い、これ、あれ、この模様、あの落書きと同じだ。堀さん、どうしたんですか。わかりますか。はい。なんだ。すいません。タバの方面だ。鳩が吊るされてる。
あ、矢島さん、え、子供がいる。子供、子供ですか。ね、お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 、カナちゃん、カナちゃん、宮島くん、カナちゃ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 ん。冷たくなってる。君大丈夫か？怪我してるとこない？矢島君、警察に連絡しようと思います。はい、おいしい？おいしいよね。おばさんのオムライスおいしいだろう。長野でさ、どんな生活したか覚えてる？マリカちゃん、あれだね、だいぶ顔色良くなったみたいだよね。はい、もうすっかりあれから元気になって、うん、今まで起こってたおかしなこととかももう今はない状態ですっかり落ち着きました。あの仕事はどうなん？あ、仕事の方ももうすぐ始めるつもりなんですよ。食べてみないと分かんないからね。そうだね。じゃあいただきます。みんなで行きましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。おいしい。それだけかよ。痛い痛い痛い。カブタオにまつわるものが他にないかと思いましてね、あれから探してみたんですよ。ああ、そうしましたら祖父のコレクションの中からこんなものが出てきました。これです。ここに下陰でいうカブタバ法と書いてあります。ああ、そうですね。この絵巻はおそらくカグタバを生み出す呪術の様子を描いたんじゃないかと思うんですけどもね。こちらに描いてあるこの猿、はい、それから犬も描いてありますね。この猿も子供を生贄にして、こちらの方に描いてあるこの巫女に食べさせていたんじゃないかと思うんです。日本古来の呪術である下陰流がかつて
猿の子供を生贄としたように、石井純子は矢野かなちゃんを巫女として利用し、中絶された胎児を生贄として与え、カグタバを現代に蘇らそうとしたのではないだろうか。だがこれはあくまでも私の推測に過ぎない。石井純子が自ら命を絶った今、真実は明らかにならないだろう。私はただカグタバの呪いが絶えたことを祈るのみだ。多分ね、もう全部ダメなんだよ。呪いが完成した2日後、小林の家が全焼した。焼け跡から妻恵子の焼死体が発見され、小林は行方不明となった。さらにその3日後、精神病院を抜け出し行方不明となっていた堀光夫が死体で発見された。それから一月が過ぎた2004年5月19日、杉書房に一つの小包みが届いた。ただね、どこから送ってきたか書いてない、ね、うん、差出人の欄には小林の名前が書かれ、中にはビデオカメラが入っていた。そしてそのカメラにはテープが入れられたままであった。どうしたんですか、堀さん。だ、大丈夫ですか堀さん。お前絶対秘密にやられたのか。はやられたのか。何言ってるんですか堀さん。それその石まずどっかやりましょうね。からの声が頭の中に、はいはい、はいって何ですか。入ってきて、カグタバは生きてる。生きてる。今なんて言ったんですか。カグタバは生きてる。石井純子もう死んでるんですよ。あ、カグタバもういないんですよ。ね、一応病院に持った方がいいや。ね、持った方がいいですよ。ねえ、警察呼ぶ。ちょっと待って。はい、いや、無事だ。おい、やめろ。何やってんだ。ちょっと何やってんだよ。やめろ。やめろ。いいじゃないか。何言ってんだよ。違うんですよ。その子被害者なんですよ。
話しましょう。ちょっと待って。できることだったら僕何でも協力しますか。まずその子を話してください。話してください。